ちょっと先にですね、おすすめの企画があるので紹介していきたいと思います。はい、それがですね、ずっと先なんですが、10月の29、えー、日に行いますこちらです。日本テクノセンターさんという技術者、研究者のセミナー研修 公衆情報サイトというものがありまして、こちらの方で最新生成 AI、クロード、Google、ジェミニチャ ChatGPT を活用した業務改善自動化技術とマーケティングへの応用って結構難しいタイトルがついてるんですけど、こちらのものを行いますので、よかったら参加いただければと思っています。え去年 そして、その前もですね今回3回目になるんですけど、だんだんレベルが上がってまして、今回はですねチャット GPT だけではなくて、クロードとかグーグルのジェミニとかですね、それ以外の対話型生成 AI の話がいっぱい出てきますということで、そして AI チャットボットの作成法なんかの話とかも出てきますので、ぜひですね参加もしてますということなんですけどで、長いんですよ、10時半から17時半ということで、7時間ありますので、 結構濃いい内容をお話しできるかなと思っていますすす、えー、主ななな内容を少しし紹介しててきまままとこんな形になってます、えーま、ずはですね生成 AI による画像認識とか文字認識とか音声認識とかっていう、まあ、業務改善できることって話から始まりましてそして今度は業務改善をどのように生成 AI を使ってやっていったらいいのかって話でいろんなツールとかサービスを紹介していきます。 そして、プロンプトエンジニアリングの基本と作成技術ということで、プロンプトエンジニアリングの話と、そして実際にそのノウハウを使って、えー、売り上げアップにつながるようなことをやっていきましょうねって話がありまして、えー、さらには、えー、マーケティングへの応用ということで、今度は SNS の反則とかっていうこともいろいろできるので、これについてやっていきましょうって話をやります。これね、結構すごいです。<laughs> でねた、ちょっとね、ただね、これ高いんです。 これあの一般で1名4万9500円になってまして、同時複数申し込みの場合は4万4000円で若干安くなるんですけど、なので、まあ、時間も長いんですけど、そんなにお値段も高いでです、ね、かなり濃いノウハウを学べるというセミナーになってますので、よかったらです、ね、日本テクノセンターさんの,方のホームページの方にリンク貼っておきますので、こちらから申し込んでいただけば嬉しいなと思っています。 えこれはですねまだこれから僕も教材作らなきゃいけないんですけどとにかくまあネタには尽きないんですがただねあの長いので、えー、今回もですねあのなるべくこう お話をね濃い話をしていきたいと思ってるんですが、これも同じ話で、まあ、事前に参加者名簿をいただきまして、その方のレベル、その方がどのぐらいのことを求めてるかによって、若干こう、ね、内容を変えなきゃいけないんですけど、もう皆さんがですね僕の15分動画を毎日見ているような状態になれば、かなりね上の話ができるんで、どういうレベルの方がいらっしゃるか、ね、楽しみなんですけど、ぜひですねお越しいただければと思っています。というのが、ですねおすすめの今月の企画ということで、紹介いたしました。